パルティネス・ペレスは、キューバ共和国出身のプロ野球選手。右ト左打。セリエナシオナルでベースボールのベゲーロスで、ピナールデルリを所属。オフは、日本プロ野球、中日ドラゴンズ所属。中日での登録名はチームに、同性のアリエル・マルティネスがいることから、アール・マルティネス。2015年、2016年シーズンから、キューバ国内リーグのベゲーロスで、 ピナールデルリオに所属しプレイ。2017年2月8日に発表された第4回、WBC キューバ代表のメンバーに名を連ねた。2月26日、中日ドラゴンズへの派遣が発表され、育成選手として契約した。2018年4月19日、支配下選手登録となり、背番号は百十一から十七となった。初は先発起用が続いていたが、 キューバ代表で抑えを務めていたこともあり、8月14日の DNA 戦に来日初のクローザーとして1点リードの9回のマウンドに上がる。2アウトは取るものの、1イニングを投げきれず、被安打2死死球2で押し出しの死球を与えたところで降板。後続も抑えられず、結果敗戦投手となった。2019年4月2日に MLB とキューバ野球連盟の連盟で、 初めて発表された、亡命せずに、MLB の球団と直接的に契約可能な選手のリストに名を連ねた。4月12日に一軍昇格し、中継ぎとして登板した。5月31日の対読売ジャイアンツ戦で、不調の鈴木博史に代わり抑えを務め、6月11日、対オリックスバファローズ戦で来日初セーブを挙げた。2020年1月25日、 新たに2年契約を結んだ。8月13日の対広島東洋ガープ戦で、ジョエリー・ロドリゲスと並ぶ、球団最速タイ記録の時速 159km をマーク。15日の対ヨミウリジャイアンツ戦において、球団最速記録を更新する時速 160km を記録した。 8月21日の対 DNA ベイスターズ戦では、名古屋ドーム初の時速160キロメートルを記録した。9月4日の対東京ヤクルトスワローズ戦では、NPB 史上25人目であり、球団では2013年7月9日に、高橋里志文が記録して、以来2人目となる1イニング4奪三振を記録。同時に、史上初となる1回4奪三振でセーブを記録した。 10月2日の対 DNA ベイスターズ戦では、同年8月に記録した、自己最速及び、球団最速記録をさらに塗り替える、時速 161km を記録した。17日の対広島カープ戦で24イニング連続脱三振の、セリーグ新記録を樹立した。193cm の長身から投げ下ろす。 最速時速1 6 1トル、常時時速1 5 0トル大後半をマークする重いストレートに、ナックルカーブ、ムービングファーストボール、チェンジアップ、スプリットフィンガードファストボールを投げる。変化球でも球速は時速1 4 0トルを超える。相性はライ大ルまた、2020年頃から自身と、福高と祖父江大介のリリーフトリオで構成する勝利の、 方程式がファンや選手からそれぞれの名前の一部を合わせて大福丸と呼ばれている。ありがとうございます。